あら、どうしたの、シルヴァン。ため息なんてついて。シワが増えるわよ。ああ、いや、うちの部隊にちょっと素行の悪い奴がいてさ、どうしたもんかと思って。あ、ちょっと、イングリッドさん。そんなおかしな顔してどうしましたか？一応聞くけれど、素行の悪いものというのは、あなたのことではないわよね。お前な、俺を何だと思ってるんだよ。女神に誓って俺じゃない、うちの兵士だ。備品は壊す、他の部隊の連中と喧嘩はする。おかげでいろんな人に謝罪、謝罪。そう。やっと私の気持ちを理解したのね。こんな日が来るなんて驚きだわ。本当に成長したのね、シルヴァン。これはお祝いした方がいいかしら。よし、だったら盛大に肉でも焼いて、じゃなくてな。何を感極まってんだ、お前は。士官学校が休止になって、戦争が始まり。嫌でも俺たちを取り巻く状況は変わる。陛下もフェリックスも家督を継いで、あくせく働いてるってのに。兄貴分の俺が、しょうもない不祥事であいつらに迷惑かけるなんて、情けないだろ。シルヴァン。だから、一時感動するなって。たく、これが身から出たサビってやつか。ごめんなさい。少しからかっただけよ。今までの仕返しだと思ってちょうだい。近頃はあなたの浮いた話を聞かなくなって、私も肩の荷が下りた気分だわ。面倒をかけて悪かったな。今になってお前の存在のありがたみを感じてるよ。そう思うなら、今後も他のみんなに迷惑をかけないように生きていくことね。まあ、役目だと思ってたものがなくなって、張り合い抜けしたような気もするけれど。何かと放っておけない友達のために、私が頑張らなきゃって思ってたから。悪かったって。いいわよ、別に。いろんな経験ができたし、嫌だったらとっくに見捨てていたわ。グレンが亡くなった時も、私を部屋から引っ張り出したのはあなたの声だったわね。つまり、俺にはもうちょっと遊んでいてほしいと。参ったな。バカ言わないでちょうだい。ですよね。あなたの言う通り、嫌でも状況は変わる。誰も昔のままではいられない。もちろん、私もあなたも例外ではなくて、それが、ほんの少し寂しくなっただけよ。はぁ。どうしたんだよ、イングリッド。随分疲れてるみたいだが。いいえ、ただやってもやってもお父様の頼み事が尽きなくて。この間の戦闘の報告書を作って、天魔の維持費について陛下に交渉して、あなたも陛下もフェリクスも、よくもまああんなに働けるものだわ。なんだよ、大丈夫かよ。お前らしくないな。私、机仕事には向いていないのかも。はぁ、自分が情けない。よし。ならば俺が一肌脱いでやろう。ってことで、食事だ食事。おごるぜ、お嬢さん。ちょっと、私まで口説くつもり？あなた成長したんじゃなかったの？お前ってやつはな、人の気遣いくらい茶化さずに受け取っておけよ。損するぜ。それもそうね。ならありがたく。気を使ってくれてありがとう、シルヴァン。ちょうど仕事が一段落したところだったの。付き合ってもらえるかしら。
満足だわ。こんなにお腹いっぱい食べたのは久しぶりかもしれない。そもそも近頃はなんだかんだで忙しくて、ゆっくり食事をとる機会も少なかったし。そいつは自腹を切った甲斐があったな。ちゃんと食べたら元気出てきたろ。久しぶりにその豪快な食べっぷりを見たら、なんだか俺も安心したよ。ちょっと、私の食べるところを見て安心するって一体どういうことよ。悪い悪い、大意はないんだ。ただお前がうまそうに飯にありついてるところを見ると、こう落ち着くというか。多分それは陛下もフェリックスもお前の家族だって同じだと思うぜ。そういうものかしら。誰も昔のままではいられない。この間お前もそう言ってたろ。だからこそ変わらないものがあるってのが俺たちにとってはすごく嬉しいんだよ。変わらないもの。待ちなさい。納得しかけたけど、つまり私が普段から食べてばかりってことよね。お前が食い意地張ってるのは事実だし、けどそれが悪いとは言ってないだろ。眉間にしわ寄せてる顔よりも幸せそうに飯を食べてる顔の方がずっといい。もう何を言ってるんだか。変わらないものなら他にもあるじゃない。すごく大事なものがここにね。大事なもの？私たちの友情。これは今も昔もこれからもずっと変わらないでしょ。私たちの関係は変わっていっても、互いを大切に思う気持ちは揺るがないわ。イングリッド、お前ってやつはどこでそんなキザな文句を身につけたんだ？何バカなこと言ってるのよ。ほら、みんなに差し入れを買って帰るわよ。はいはい、喜んで。どこへでもお供しましょう。